ではまたよろしく。写真を青山魂どれです？これダメです。どれ？じゃあ消します。どうしようかな。はい、皆様こんにちは、金尾四郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾四郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。今日は金玉ということでですね、まずは松下としみさん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくどうぞ。高島子さん。どうも、こんにちは。どうもどうも。よろしくお願いいたします。よろしく。雨の中ね、大変ですけどね。ね、小雨。もう、ちょっと降って、降ってきた。ね、なんか小雨だね。雨っぽいかな。ね、まあ、でもね。まあ、昨日はね、エディバンさん。エディバンさんと、モッカ。ね、モッカね。かっこよかったですよ。今も結構いろいろ頑張って ね、やってますよね。 CD 出してね、そうそう、新しい CD も出して、はい、ね、新譜ね、はい、後でなんかご紹介しますか。少しなんか預かってきたんでしょ、ね、預かってました音捨てを、うん、なんかちょっと、ね、いろいろね、あ、後でじゃあ紹介しましょうか、はい、ね、ということでね、今日はあの金玉、まあのんびりいきますかね。のんびりいけますか。うん、なんかお便りからいきますか。少しちょっと今チューニングしてますんで。いきなり、うん、いきなりいきますかね。じゃあね、あの先週もね、うん、ちょっといただいてました。ほうほう、笑顔さんなんですけど、私ちょっと勘違いして、岡山なんで、うん、ちょっと西国っていうところに行ってたら、それは四国だって言ったら間違いで四国じゃなかったという私が勘違い。結構難しい、あの言葉が出てくる。西の国、はい、いきますね。金尾さん、としみさん、誠さん、鈴木さん、こんにちは。こんにちは。桜の花びらが風で舞い散り、桜道はピンクの絨毯で綺麗です。ね、今日は暖かいですよ。金尾さん、体調はいかがですか。体調割といいですね。いいですね、うん、肌寒い日があったり、昼間は汗ばむほど暖かかったり、気温差が激しい季節の変わり目なので気をつけてくださいね。はい、としみさん、お母様との触れ合いができてよかったですね。 ありがとうございます。どうでした、ブログを読んでいただいて。四国ね、もうあの短かったからね、行ってすぐ、まあでも15分面会ができて、まあこう触れるようになったんでね。今までのガラス、あ、触ったりできるの？そうそうそう、あの面会室っていうところに連れて、うんうん、もうね、大変ですけど、いろいろ制限付きだけどね。今まではね、もう全然、うん、あの会えなかったからね。そうそう、こういう状態、あの、うん、ドアがね、だから分かんないでしょ、それでやと思ったけど、今回はもう名前もすぐに、うん、もうすぐ私の名前も呼んだり、よかった、うん、だからちゃんとまだしっかりしてたのでね、覚えてた、しました、覚えてますね、大丈夫ですよ。覚えてた。ありがとうございます。いや、うちの母のところに、あのまだコロナ禍の前だったから、うん、何回かあのうち歌いに行ったのよ。じゃあもう後半は覚えてなかったね。あ、そう、うん、あんた学生って言われたもん。そうだよね、学生のまんまだ。60歳の学生おるかんまい。貴さんとか言う。うちの母もそうだったね。本当に俺会いに行くと、うん、あの旦那だと思って。ああ、そうか、そうそう、それはある、そういうのがあるよね。それはある。うちのね、兄のことはね、うん、あの父の名前ば言ってんのよね。そう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 、なんかえっ、ケンちゃんとか言って。いやいやいや、俺は誠だよ。いや、でもあれからコロナになっちゃって、もう4年、ね、4、5年でそ、あの会えなくて、で僕も去年入院してる時はね、やっぱ会えなかったもんね。あ、そうだよね、うん、うん、そうそうそう、今はもう病院はダメじゃない。もうダメ、うん、うん、まだね、まだダメよ。大丈夫のとこもあるみたいね、面会してる人もいるし。だ、ね、だから俺その面会室で、うん、あの電話で出ようとしてたのよ。面会室が誰も使ってないところがあって、病院の中のがんセンターの、でそこ借りて、うん、あの俺がこっち来れなかったから、ね、ああ、そうか、それで電話で出ようとしてたら、その日手術になっちゃって、うんうん、もうそれどころだね。大手術になって、死ぬか生きるかの手術、ね、すごいよね、ラジオ力だね。はいはい、先週西国33回観音ねのお寺参りに行きましたが、場所を書くのを忘れていました、うんうん、四国ではなくて岐阜から岐阜、滋賀県の琵琶湖まで行ってきました。西国33観音は和歌山、岐阜、滋賀、京都、奈良、大阪と西の国にあります。そういうのもあるんだね。あ、いっぱいあるんだね、うんうん、去年は和歌山の濃厚、熊野小道、古道、熊野小道だっけ、うん、に行きました。次は京都を目指したいと思っています。あ、西国33観音っていうのはあちこちにあるのか、大変だわね。
高尾山行くとあの四国あ一周したことになるやつ全部できたほんで反対に回ったらみたいなねいろいろあるのよね一周するためには、うん、で、旅の途中でなんと眼鏡を拭いていたらフレームが真っ二つにポキッと割れてしまいました。あらお気に入りの眼鏡だったのでショックでした。うん、私は8年くらい前に突然斜視になってしまいました。斜視なので斜視の矯正のプリズム入り眼鏡なんです。だから特別な眼鏡なんだよね。眼鏡なしだと全てのものが上下2つあってそれがクロスして見えます。眼鏡なしなら金尾さんも利美さんも2人見える感じです。だって2つに見えるんだ。大変だよね。旅先で予備の替えの眼鏡もなく片目だけで、ずるっとずり落ちる。本当に困りました、うん、はい、でも人生悪いことばかりじゃないって思ったのは、うん、その後偶然ランチに立ち寄った古民家カフェで、うん、私は若かりし頃初めて買ったシーナイーストのレコードがかかっていて懐かしいね。でも嬉しかったです。シーナイーストあーね、写真もねさっきね送っていただきました。眼鏡は、とりあえず応急処置でコンビニでアロンアルファを買ってホテルでくっつけました、うん、目の大切さをつくづく感じました、うん、お寺に行く道の立て札に人の一生に役年はない薬神の役と考えようとありました。おいいな、なるほどね。素晴らしい ね昨日より今日、今日より明日、毎日いろんなことが起こりますが、はい、日々感じる心を大切に前向きに歩んでいかなければと思わされた旅でした。はい、そこでリクエスト、かなおさんマイフレンド、うん、としみさんの、朝日のあたるへ聞きたいんです、でも何でもいいですということで江川さんありがとうございます。はい、いつも、はい、はい、ということでね、ということで、江川さんのリクエストはあの後ほど、なんか今日はね、順番があるよね。そうそう、ちょっと僕が昭和の時にね、歌ってた古いあの古い名曲、20代の頃に歌ってた、はい、歌をちょっとブルージーな感じでミッドナイトブルースからお届けしましょう。はい、ババ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 とても憂鬱だわ。そばに彼がいない。昔はよかったわ。今さら一人一人ぼっちにするなんて、とても一人じゃ生きていけないから。
時ね、ね、もうかっこいい歌ですね。いやいや、これも二十歳ぐらい、二十代の頃にね、あの成長期かな。成長期ね、ありますよね。よく昭和で歌ってたね。ね、でその当時はね、あの長渕くんとかも一緒に出てて、あとまあ昭和ってね、ね、日曜日とか土日以外は、うん、1日2組ぐらいで回していくんだよね。あ、そうなんですか。そうそう、2組ずつで、うん、そういうのがあったよね。だからもう結構ロックもフォークもごったに出てたから、あ、関係なく、そうそう、だから日曜日は僕の後にロッカーズとかね、モッズとかね、そういうのもあったし、そうそうそう、いろいろ組み合わせてね、うん、ちょうどモッズロッカーズぐらいがね、うん、出てたかな、うん、あと山善とかね、山善さんも、うん、山善も出てた、山善とちょうど僕が同じ年だから、しげっくんとかと一緒にラグタイムちょっとやったりとか、その時に歌ってたんだよ。なんかすごいですね、その頃の人がみんな今まだ元気やってるってのまだ生きてるっていうのがね、生きてるね、元気でほら、生きてるのは生きてくるって、元気でやってらっしゃるのがすごいね。すごいよね、元気で、まあ ね、うん、まあね、すごいすごい、うん、なんとかね、あの生かしていただいてね、生かしていただいてるよね、うん、はい、うん、お便りいきましょう。お便りいきますね、はい、これはね、ラジオネーム大森のアッキーさん、あ、大森のアッキーさん、ね、はい、大森のアッキーさん、先週もいただいたアッキーさん、ね、ありがとうございます。こんにちは、大森のアッキーです、はい、桜も葉桜になり、これからは新緑の美しい季節に変わりますね。カナオさんのお体も体調よくほっとしています、はい、やはり寒暖差は大いに影響しちゃいますよね。ありがとうございます。体調崩さぬよう5月8日のライブに向けて GO ですね。5月8日です。何がですか、ご自分の、そう、自分のライブです。そう、横浜シルバーバックですよ。横浜シルバーバック5月の8日ですね。8日は何曜日だ、水曜日ぐらいじゃないですか、ね、水曜日ですよ。それであの、その時はね、あの加納商店でね、あと渡辺武史と僕と松下利美が大体シルバーバックで投げ銭ライブってやるようになってて、で、あそこスモーキーで実は最初やってたのね。はいはい、そうだったね、うん、スモーキーでやってたんだけど、うん、僕らだけちょっとスモーキー外れて、うん、シルバーバック行ってくれって言われたのよ。あ、そう派遣派遣スモーキーから、それからすぐスモーキーでやることなくなっちゃって、だから姉妹店じゃない。あ、でお客さんが結構、僕のお客さんって飲んだり、うん、食べたりしてくれるから、そういうのもあるんだよね。それはちょっと裏の話なんですけど、あ、裏の話かそれはどうでしょう、のんべいが多いのはね、のんべいが多い人がいいよね。うん、だからまあちょっとね、シルバーバックの方がちょっとキャパシティが広いからね、ちょっとあれなんだけど、まあ試しに今やらせてもらってるんですよね、うんうんうん、あそこはタバコは外だからね、うん、そうそうそう、いいね、いいね。それで、うん、うん、今回それで、まあ、シルバーがミスターやってくれてて、うんうん、でだんだん人が増えてきて、今回ドラムもベースも入ってじゃあバンドじゃねえかっていう感じ、バンドじゃねえかって、バンドとは言わないのね、なんかね、なんで、そう、商店のデッチとかね、デッチはいないよ、あのアルバイトと派遣じゃない、ドラムの吉田さん派遣、そうなんです、ね、そういうことでね、やらせてもらって、それは、5月の6日ですね、8日です、8日でした、ごめんなさい5月の6日は赤井君、昨日もそうだったね。あ、そうそうそう。赤井がね、結構ね、今ほらジェームス君がスライダーズで食べに行ってるから、食べに行ってるから、ね、それこそ出張してるから出張してるから派遣、ね、赤井君は派遣なんだ、うん、あっちもこっちもで、ベース、あのドラムがね、僕モーターズっていう徳間ジャパンの頃にやってたメンバー、時のメンバーで、石田君っていうのはまたちょっと新たに出会いがありました、はいはい、ね、いいですね、結構ね、あの和夫さんとかもやってたよ。あ、本当。昔白龍とか、うわー懐かしい、やってたね。ね、白龍さんね、うん、やってたね。ね、はい、5月8日ね、5月8日です、うん、空いてるな、空いてる、え、来てください、バント、大バント、大バントが出たらどうしようか、ね、嬉しいじゃん、にぎやかだ。としみさん、これ続きがありましてね、ここはちょっと、としみさんの人当たりの良い、穏やかさが大好きです、ありがとうございます、毒吐きますよ、結構ね、で、まあね、今日はリクエストはちくほブルースが
聞きたいです。おアッキーは気に入ってます。あ、アッキーさん お気に入りみたいよ。本当ですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日もねいらっしゃって、うん、あの外で聞いてられる方もしよかったらあの寒いから中に入りますか。はい、どうぞ。いいですよ。どうぞ、うん、どうぞ。どちらも寒そうだ。寒そうだ、ね、そうそう、ね、なんだろうねここのとこまた急に寒く、急に寒くなって ね、うん、本当に寒暖差激しいので、うん、気をつけます。どうもやっぱ ね、 ねあのあーどうもこんにちはとか言ってなんだかよくわかんない何生放送やりながらこんなことやってる人あの番組はあんまりないかもしれない、ね、チューニングまでありますよ時間、うん、ちょっと読みますかね。いいですよ。あ、メールが来ててね、はい、ですね、これは佐藤さん、チャーリーさん、チャーリーさん聞いとりますぜって聞いてますよ、聞いとりますぜ。 ありがとうございます。あと務高橋さん、アトランタね、はい、皆様こんにちは、はい、アトランタ。雨の武蔵小杉のようですがいかがお過ごしですか。はい、先週に引き続き真夜中のドアステイウィズミーリクエストです、それが叶わないときは次のリクエストもあるのでご覚悟をごめんね、ちょっとさ探したんだけどなんか肝心な1ページもがなくて ね、それでまこっちゃんとさっきねちょっとやってみたけど、うん、あのちょちょいとできるコードではございません。そうそうそう、はい、複雑なのよね、あれ難しいね。そう、 F シャープ M なんだっけ、マイナー7、俺の曲なんかそれ3コードだもんねちょっと難しいのよミキちゃんのね。難しいよね。私あれ半音下げた方がいいんだけどな。あ、そうなの、うんうん、っていう感じで、うん、ちょっとじゃあ次回ね、あのいつか用意して、はい、まこちゃんとがね来ていただける日に必ずやります。つとむさんそういうの好きだよね。好きなんだよね。好きなんだろうね曲がね、うん、いやこうなったら意地でもなんかやってもらいたいと思ってたやれねえだろうと思ってじゃあリクエストをお答えしまして、はいはい、あのアッキーさんのリクエストをお答えしましょうか。アッキーさんね、久しぶりですね、はい、チクオブルースやってみますか。はい、はい、ワンチュー、ピッパー。叶わない夢はない、いつもそう信じて生きてきた。絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。
はい、ということで、リクエストのお答えしました。この歌はね、ここで歌うのすごい辛いんです。なんでコーラス高いし声聞こえないの自分の。あ、そう、生声すごいじゃん。あのやかましいとかどうも。いやいや、結構ね、こっちが聞こえない。あ、かき消さ、やっぱり人間の生の声ってすごいんですよ。そうだね、機械よりすごいの。すごいかね。そうかねって、そうでしょ。聞こえる自分の。いや、自分の声は、自分の声これいらないでしょ。いや、いらない。イヤホンね。え、どんとかしたら聞こえないもんだって。そうでしょ。本当に。バランス崩して、あれ絶対音外れてるんじゃないかと思って。うん。ね。まあ、でも、ね、いやいや、生放送いろいろありますもんね。まあ、YouTube になった時にね、あからさまになるじゃない。それがさ、それすごく嫌よ。それはあるよね。うん。はい。ちゃんとね。いやー、パワーありますね。ね。ね、元気元気。元気だ。今日も元気だ。そう、声が出しやすいね、最近。ああ、いいね。いいこと、いいこと。出てきた。いいこと。出てきたね。やっぱタバコをやめたせいもあるかもしれないね。それあとお酒だけだよね。お酒はね。酒はね。ほどほどだったらいいんじゃないですか。ほどほどですよ、僕は。過ぎなければね。うん、大丈夫だと思いますよ。あれ、これ読んだの。いや、結構ね、楽しくまだ飲めるから、うん、もうタバコ吸えなくなったから、きつくて。ね、もうあの咳込んじゃって、ね、よくあんなもん肺がん肺炎なのにさ、まだ吸ってるとか言って。いや、でもうちの父ってね、実はその肺炎で亡くなったんだけど、最終的に、うん、あの肺炎っていうか、あの肺がんでね、うん、亡くなったんだけども、あのちょっと今ビデオ映してるけど、こうやって死んでいったからね。そこまでやれば立派じゃない。いや、ここまで続けるとすごいなって。俺そこまで好きだったらね、しょうがないね。もう、それはもうよかったね。幸せ一服。まあ、そういう人生もあるよね。こうやってそれぞれこうやって本当。そうそうそう、すごいね。そういう人生もあるよね。え、本当。じゃあ、お便りちょっとね、はい、行きましょうか。これはね、九州のミキさん。あ、博多のミキさん、はい、いつもありがとう。こんにちは、うん、よく晴れた博多です。晴れ、博多晴れてんの ね。先週に引き続き誠さんも加わった金玉ですね。懐かしくもあり嬉しい限りです。はい、金玉ことですよ。金玉こと、うん、しかしこの時期は天気予報がなかなか当たりません。はい、なんとかの法則じゃないけど、しばらくは雨が降らないという予報を確認して洗車したら速攻で雨にやられることも多々ありますし、そういう意味では天気や気圧によって体調に影響を受けやすい方々は本当に大変な季節ですから、うん、体の声に慎重に、耳を傾けることが大切ですね。皆さんはいかがですか。うん、ね、はいはい、そうですね、うん、今ね、元気いっぱいの声をお届けしましたが、こちらも先月末のイベント MC を終えた後に、うん、中2日でライブ参戦6連チャンもあり、わお、6連チャン、今多少の疲れを整えているところです。うん、6連ちゃんって毎日じゃない毎日だ ね。毎日っていうか中2日でってことは1日2回ぐらい行ってるの、うん、8月には青ちゃんこと青山春弘、うん、春弘くんのライブの MC も決まり、はい、あ、青ちゃんね、11月くらいまでいろいろと予定が入ってきて、ここのとこしばらくラジオにはね、ご無沙汰してますけども ね、青山さんね、青山さん、うん、青山さんね、うん、11月くらいまでいろいろ予定が入っているもんで元気でいなくちゃと思っています。かなおさんもこっちが決まったら早めに知らせてください。はい、忙しいのでね。あ、そうだね。11月まで、あ、そういっぱいだって、いっぱいなの。最優先でスケジュールを抑えますけんね、はい、本当。今日はリクエスト中心ってことなんで、はい、全員にします。はい、カナオさんウォーキングオンザストリート、はい、誠さんバースさん、そしみさん骨まで愛してですが、いつも通り何でも OK です。先週春吉コールガールありがとうございました。あ、いえいえ、とんでもないです。本決まりではないけど、はい、どうやら水拳ハーモニカさんも何やら計画しているみたいだし、うん、その時は都合がつけばおいらも同行しようかと思ってます。同行ってことはこっちに、こっちに来るでしょ。うん、
とにかくリスナーの皆さんも含めて元気あってこそ笑顔で日々を過ごしていきたいです ね、 そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか計画してるのかな、じゃあサプライズで登場するとかみんなサプライズなんだけどあのサプライズされてわーって言える人、まこっちゃんあんま言えない。何サプライズにさ、リアクション上手な人とさ、それほどでもないとサプライズしなくてもよかったんじゃないとかいうのあるじゃない。それ辛いよね。それサプライズってさ、せっかく計画してるね。そうそうそう、うん、ね、そうなるよね、うん、まあということでですね、あのゲストのご紹介しておきましょう。ちょっとね、今月4月のですね、19日、はい、来週になりましょうか。これはね、あのムツゴロウ王国にしばらくいた僕の、まあ、九州時代の知り合いで、うん、あのエコーズっていうね、今バンド とかやってるんだけども、九州に今住んでますけどもね、はい、あの藤本くん、藤本、うん、あのね、藤本、ね、名前か、ゆうじさんじゃないの。ゆうじさん、ゆうじさん、これ老眼でちょっと見えなかった藤本ゆうじさんですよね、確か藤本ゆうじくん ね、あの19日ですね、お楽しみください、はい、4月の26日、はい、その次の金曜日になります。これはね、武田和夫さんですね。ということで、ジャパンツアーでね、今日本にいらっしゃると思いますね。いいですよ ね、あの武田さんも誠さんの紹介だったよね、確かね、うん、いろいろありがとうございます、それでね、5月に入りましてですね、今決まってるのがですね、はい、10日がこう書いてなかったけど、桑田靖子ちゃん、桑田靖子さん、ね、5月10日、はいはい、あ、じゃあ5月10日、桑田靖子さんも、それは私も来ますよ、ね、ぜひ誠さんよろしくお願いしますファンだから、ファンの人がね、他にもいるのよね。いるの。本当桑田靖子ファンってやっぱり根強いね。根強いね。うん。その日はね。やっぱり根強いファンがいらっしゃいますよね。ね、うん。たまちゃん。それで5月24日。これはね、急遽ね、紫の、はいはい、あのドラムのちびさん。ちびさん。うん。宮永栄一さん。ね、登場ということでね、はいはい、これどうなることやらっていう感じで。それ俺来ると思うよ。あ、マジですか。ぜひぜひ。あのこれ5月24日に決まりました、一応ね、はい、それで、5月31日がね、はい、澤田翔子さん、あ、澤田翔子さんいらっしゃる、うん、澤田翔子さんもすごい人気があるのね、ファンの人がすごいから、いいですね、すごい、もうライブ会場みたいになったから、一回ここが、うん、名古屋とか、いろんなところから、うん、そう、そんな、やっぱりね、根強くずっと やられてる方っていう、最多、うん、最多、ね、そう、うんうん、皆さんいらっしゃる、うん、すごかったね、すごい、というね、あのご紹介いたしました、ざっくりと、うん、ざっくり、ね、はい、でライブも今度5月の8日は横浜シルバーバックでしょ、うん、あ、これは金城ライブですか、はい、次の週だっけ、5月の、18が二本松、うん、あ、5月福島県ですね、二本松空というお店が4周年、お店の開店記念、うんうん、5月18日、ね、これが二本松の空ですね、はい、ちょうどね、その日が本当に開店した日らしくて、4周年ということもあってね、そうで、金城さん、二本松は僕がね、実はね、そのすごく、うん、ね、僕がんの最初に外科手術をしたんですけど、はいはい、その時にね、一番最初にその日に、うん、須賀川の人からお守りをもらっ、送れ、届いたのよ、うんうんうん、でそれが最初のお守りだったんだけど、うんうん、それが二本松のお守りだったんですよ、いろいろな方からいただいたの、ね、そう、その後いろいろいただいたんですけど、うん、最初のお守りでね、日本松は最初に行こうって、だからお参りに、うんうん、あ、そっか、なんかね、あの、ね、ね、思ってたら4周年 の、 そのお祝いの日だったっていう、うん、そう、だからなんかね、ご縁があるのかもしれない、ね、これは5月18日日本松、はい、空ですね、はい、4周年記念ということで、はい、あと19日が須賀川プカプカ、あの、いいな、誕生日ライブもね、あのやってもらってね、ダメになりましたけどね、あの、いや、あ、そうだ、僕がほら延期になった、入院してましたから、早になっちゃったんでね、須賀川プカプカ、これが5月19日ですね、またね、まあぼちぼち僕もあの少し元気になりましたんで ね、ライブも入れていきたいと思います。で、誠さんのスケジュール聞いておきましょう。福島方面行ってないな、行きたいでしょ、ね、え、何、ね、いや、今日は、今日も一緒、今日ライブ、え、何、今日はライブ
今日はない、うん、人のライブに行く、うん、誰の、ま、休めないのよ休みの日は。なんで休みの時もやっぱり落ち着いて家に、ね、そう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 してるじゃんそうそうそう俺もそうなんだよね、バケツの金みたいにさ、寝てないでしょ。え、何？いや寝てるよ。休みだからって寝てる、寝昼間寝てることはないでしょ。それはないね。やっぱり朝早く起きて、ね、うんうん、朝、うん、起きて起きるね、うん、やっぱまこちゃんも無駄な早起きの方いや、そ、無駄な早起きでもないと思うよ俺結構無駄な早起きそうじゃない、台風とかの日にうろうろしたいんじゃない。台風、もう台風の時は絶対外をうろうろするよね。早起きつっても大体8時ぐらいだから起きるの。朝朝、じゃあちょうどいいぐらい、うん、遅い遅い。俺も4時には起きて、4時でしょ。だから4時にはもうグッドモーニング東京だからそれあげないとダメなんだ。お豆腐屋さんより早いから早いよ、うん、だから3時ぐらいからもう起きてるから。だからほらトモコが会社行くときに起こされる。起こされるの？早起き。早起き。トモちゃんは何も、いや、だいぶ良くなった？あ、うん、ね、喉が痛い。ありがとうね。いい、いい、うん、じゃあね、ちょっとね、今日弟分のね、はい、弟分でもないけど昨日かっこよかったよ。かっこよかった。ウォッカのね、これは誠さんに託したんだって、かけてくれって、うん、なんか昨日だからそんな、まあ、かけるのでお前自分が来いよ、誠さん使うんじゃないっつって高橋誠さんをね、うん、誰から、高橋さん、まあ、ちょっとこれこの中からね一曲ご紹介しましょう、ね、何を受けてほしいんだっけ、ね、うん、まあいろいろね、素敵なアルバムムーンシャインができましたけどもですね、私のおすすめは2曲目ですけどね、2曲目、うん、それしてみましょうか。2曲目なんだっけ、これは、あ、ハメルンの丘。ハメルンの丘。Oh
はい、ということで、ザ・ウォッカー、カメルーンの丘、ハーメルーンの丘ね、お届けしました、はい、なかなかいいよね、あのスピードマンがロックンロールって感じでね、昔ながらのね、うん、若い、ということでね、頑張ってほしいと思います。今ね、いろいろね、ライブとかね、すごい、全国ツアー行ってたりしてるね、ツアーもやってるし、ツアーもやってるしね。さて、でも横浜でもずいぶん長くねやってるからね、あのもうそろそろここら辺でこう気合い入れてあのねやっていただきたい。まあ皆さん気合い入れて、加納さんもね、そうそう、僕はもうあのちょっと病気してたんだけどね、いやいや、あの今話してたんだけど、人間の体って不思議なもんで、一番痛いところは一番出るんだよね、うんうんうん、そしたらもうほら、がんからと解放されたんで、うんうんうん、がんと肺炎、うん、そしたら今度は首が痛いのも昔の古傷が出てね、ね、肩がこう上がんなかったりするのよ。なんかね、不思議だよね、人間の体って。そういう風になってんだね。だからそれはもうほとんどがんのあれが治ったっていう証しかもしれない。そうだね、そうだと思うよ。そうだよね、うん、そうそう、なんか最近ね、だから そんなこともこう考えながら、そうなんだね、うん、だから、うん、あの痛くない時が ないかもしれない。いつも痛い、いつも痛いから、いつも生きてるっていうことを感じながら生きてるんで、そうです、痛いってことはね、頑張ります、感じたね、うん、そう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 、そっかそっか、ね、だから朝早く目が覚めるの痛みダメでグッドモーニング、うん、そう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 、じゃ あの博多のミキさんの、はい、リクエストの答えしまして、はい、ウォーキングオンザストリート、you、yeah.
はい、ということで金尾吉郎、Walking on the Street、昭和通り、昭和通りの方がいいかな。昭和通りの方がいいと思う。うん、あのどこにでもあるでしょ、昭和通りってあるよね、親子通りもあるけどね。あのそもそもしてますね。福岡はね、あれだったんですよ、あの予備校生が通る通りがあって、そこを親不孝通りって。そうなんですね。横浜ちょっと怪しい通りのこと言うよね。そうだね。そうなの。そう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 、そういう通りのことを親不孝通り。まあ大体多いよね、なんていうの、夜の街、うん、そういうところもあるよね。あの、うん、ちょっと私これ何時間をちょっと30秒ください。いいよ、いいですか。はい、今度ね5月23日にね、はい、汐留ブルームードで、菊田俊介プレゼンツ、インターナショナルブルースサミット4回目です、もう今チケット発売してます。今回はなんとね、台湾の大御所、シャーウーイーって言うんですかね、名前ちょっと読み方ちょっとあれですけど、シャーさんが台湾から今いらっしゃいますので、ぜひお越しください。その方はどういう方、この方はね、あの台湾でいうと、うん、あのグラミー賞とかを何回も取ってたり、ノミネートされてたり、まあ、大御所ですよね、歌謡界では。それで、まあ、あの大学でも教えてたり、うん、なんかね、結構ね、そうですか、そのプロフィールを見ると素晴らしい経歴の持ち主です。私ね、一度名前は前から聞いててお会いしたかったんですよ、うん、だからよかった、ね、今回いらしていただいてね、皆さんもぜひ来てくださいね。はい、ね、それいつでしたっけ。5月23日木曜日なんですよね。5月23日、うまいでしょう、ね、え、塩止めブルーモードで、塩止めブルーモードで、ね、配信もやりますけれどもね。あ、そうですか、生でね、うん、そう、楽しみですよね、ね、ぜひぜひ、インターナショナルブルースサミット、菊田俊介プレゼンツっていうことでね、はい、で、シャーさんと、シャーさんと、うん、あのアンディさんってね、この方はチリの方なんですけど、チリ、チリ、チリだけど日本在住なんですよ。あ、そうなの、うん、その方は何を、この人はギター弾きます。ギターで、あとね、うん、キーボードにね、まあメンバーはファンキートリオで、うん、片野敦くんと関、うん、関さんと、うん、いつものメンバーなんだけど、うん、それプラスキーボードにここにも来ていただいた、うん、福本純也さん。あ、福本さん、あのジドレと一緒にね。そうそう、ジドレさんと一緒にね。あのリトアニアのね、バイオリニスト、そう、ジドレさんと一緒に女性がいるんだけど。すごい上手なピアニスト。豪華絢爛やりますので、ぜひいらしてください。はい。はい、ということでね、はい、菊田俊介コーナー、ありがとうございます。いや、だってほらゲスト多いとなかなか、うん、割り込めないからね。そうだよね、今日、そうだよね、隙間をすっと、まあ、結構ゲストの方がいらっしゃることが最近多いからね。ね、中国ツアーもね、うん、大盛況で帰ってきましたね。あれ、あの、しゅんちゃんもね、中国大変だったね。すごい、すごい、12日間。だって温度差がマイナス3度から30何度まで。30、そうそうそう。中国広いよね。やっぱり広い。広いんだね。うん、アメリカも広いけど、うん、全米もすごいけど、まあね、中国もすごい広いですよ。しかし10年ぐらいかかったみたいよ。その今までに、その、ずっと何回か何回も行って、うんうんうん、呼ばれてね。今もう、すごい、どこ行っても満杯なのよ、うん、そう、素晴らしいね、素晴らしい。これさ、あの誰が行ってもってことじゃないので、うん、そこだけはね、きっとやっぱそういう風な、あの下積みがあるからね、うんうん、そういう風にいい、ね、受け入れられると思うんだよね、うん、はい。でもやっぱりそうやって政治にできないようなことを音楽を通じてね、あのやれるっていうことは素晴らしい、うん、やっぱりね、報道と違うって言ってみると、うん、まあそんな空が汚いとか映ってるけど全然綺麗だし、マスコミがね、うん、やっぱそう偏ってだけでさ、偏った報道かもしれないし、うん、やっぱそれはそれでね、あの音楽を通じてね、あの人と人のつながりができるのも素晴らしいなと思いますよね。ね、うん、はいはい、はい、ということでね、松下としみ行きますか。あ、いやいや、マイフレンドですよ、先に。はっ、リクエスト来た、来てましたよ。あ、そうですか、マイフレンド、マイフレンド、あの江川さんのちょっと歌おうよ、歌おう、うん、あ、まあ、続けては嫌か、嫌、うん、か、うん、ちょっとあの、あれ貸して、はい、じゃあね、うん、今日は、はい、私はちょっとあの真夜中のドアを歌う気満々だったんだけどって、ああ、そうそう、ちょっと違うのね、ごめんね、ごめんね、すいませんね。 You are my sunshine っていうのを歌います。なんでこれ、これなんかね、好きなの、なんでしょうね、うん、
これね、これ聞いて元気になったよって言われたことがあったんです。そうなの、うん、なんかね、それちょっとこっちに持ってきてくんないかな、うん、あれか、はい、じゃあ行きましょうか、これか、うん、どれだけも一人入ります。 You are my sunshine, my only sunshine, when we happy, when sky the gray, you'll never know dear how much I love you, please don'tもう一回ぐらい来るかなと思ったら、はい、短いコーナーです。私のコーナーでしょ。ありがとうございます。はい、これぐらいの感じ。ちょっとまあリハもないしね、私簡単だし時間があまりはちょっと埋めるという。いやでもね、これが いいところ。私はコンビニ の, あの前に置いてるチョコみたいなもんだから。何それ、何存在を、あの待ってる間にちょっと時間があれば買おうかなっていう、あれじゃない、出口のところ、ね、レジのところにね、んそんな状態の存在でございますね、いや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 、はい、ね、You are my sunshine. You are my sunshine.、うん、これでも日本語の歌詞って誰が、うん、誰がなんだろう ね, ね誰だったか分かんないんだけど、この歌は多分お孫ちゃんが歌えるようになった最初に教えてあげてほしいな。ね、いい歌でしょ。あ、まあ、教えたいな私。いい、誰にお孫ちゃんに、お孫さんに、まだ、ね、お孫ちゃんってお孫ちゃんに本感あるのよ。あ、そうね、音感がいい。ゾウさんゾウさんって歌ったら、うんうんうん、ドーンってちゃんと音掴んでたから、 あの子はすごい音感があるなと。そう、でたけし君が一生懸命ゾウさんって教えてて、おかしかったよ。ね、ほんと、渡辺武さんもね、うん、あ、そう、そう、これね、はい、ちっちゃい子が歌うと可愛いと思うよ。な、ありました。いや、なんか歌おうかなと思って、だってマイフレンド来てたよ。やんない、マイフレンドする。あ、そう、リクエストしたのか。リクエストが笑顔さんからな。一回、じゃあ歌えるかな、俺ね。うん、うん、熱くなって追いかけた
ちょっとうっかりしてた、はい、ね、あっという間の時間でしたけど、ね、今日のお相手は、はい、松下としみと、はい、高橋真と金尾吉郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time. イエイ、はい。思い出が流れる春に罠の花が辺りを埋め尽くす行き交う人の中に後ろ姿優しいあの人は今はない。